キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、こちらの、アメリカ製の、ケータ、ポケットソケット、手回し発電を、購入しましたので、簡単なご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。箱の全体の姿ですが、このような姿となっております。この手回し発電機を、購入した理由といたしましては、大規模災害時などで必要最低限の電源を確保するために必要な、発電装置は何かということで、小型軽量、使いやすさ、そしてメンテナンスフリー、この3つをの点で、考慮してみましたって結果、手回し発電機の、これに行き着きました。じゃあ簡単なご説明と実際に使ってみたいと思います。箱を開けますと、このようになってきまして、これは説明書ですね。使い方。簡単な説明につきましては、説明欄に記載しておきますので、そちらの方参考にしてください。本体の姿はこのようになっておりまして、意外と大きいです。もっと小さいものだと思ってました。このゴム、2つバンドが入ってまして、このゴムバンド、こちらの方はアダプターを固定するためのバンド、それでこちらの大きめのこのバンドは手と本体と固定するためのバンドです。こういうふうになってまして、このような感じとなってます。じゃ早速簡単に充電のテストして行います。スマートフォンに刺して、1秒間に、2回転する以上するようにということです。
逆光で見ましたでしょうか。ここが赤く点灯しますので、充電中。実際に0から100%まで充電するのにどれぐらいかかるかというのを検証まだしてませんのですが、多分休み休みでやらないと無理だと思いますので。続きまして、今度は LED ライト。こちらの方も充電していきたいと思います。これ便利ですね。USB タイプのソケットは。見えますでしょうか。ちょっと難しいかな。ここが赤く、点灯しますので、これ時計回りでも充電できますし、逆回転でも充電できますので、どちらの方向でも可能です。そしてマニュアルに、書いてあったのですが、大きな家電、例えばテレビ、冷蔵庫、扇風機やドライヤーなど、そういう大きな家電は、の電源には向かないということです。試しにこちらの実験用のライトを使ってみますが、このコンセントをこちらに接続して、スイッチをオンにして回しますが、なんかしゅうてどんなに回しても、点灯しません。ですが、災害時に、携帯や、スマートフォン、いや、ラジオ、いや、LED ライトの、充電には非常に役立つかと思います。以上です。 Thank you.